はい、皆さんおはようございます。今週です。今日はですね、ここは大阪府と奈良県、ここは奈良県ですけど、県境伊古間というところに来てます。これからですね、伊古間山山頂を目指していきたいと思いますね。でちょっと伊古間商店さんっていうのがあって、ここは山道、この営業山道なんです。階段があるんですね。ですから階段道と、山頂まで登山ってことになります。それでは出発していきたいと思います。そこ生駒駅ですね。今9時15分ですね。ということで今日はマスクで階段道、パート 6ですねになります。駅よりすぐのところスロープを始めましたね。最初はこういうスロープですね。階段がちょっと先かな。地図だとこういう感じです。しばらくこんな感じだと思います。階段が見えてきました。あらかじめ9時10分スタートしています。9時20分です。3年前に整備したということですね。いただきます。ちょっと暑くなってましたかね。なんか、ここ修復で1000段ぐらいあるらしいですね。もうちょっとあるんじゃないですかね。ずっと続いてます。はい、いよいよ本格的な階段も見てきました。あれですね、普段生活してらっしゃる方もいるので大変ですね。ちょっと始まってすぐぐらいとかですね。この6丁ってありましたね。なんかお稲荷さんみたいなお社がします。大変失礼なこと言っちゃいました。お稲荷さんお会いしてまいりました。7丁ですね。数字が増えるんですね。はい、ラインが見えてきましたね。今35分ですから25分ぐらいですか。カメラで撮りが撮りましたかね。ここにありますね。ちょっと水分補給していきましょうか。
だらだらした階段が続いてますね、しばらく。こんな感じですね。はい、キューチャーも食べましたね。ってことはどうなんでしょう、もうすぐ生駒商店さんだと思います。そこでなんかこう一般の商店というか旅館もありますけど、一般のお家が多いですね。階段で生活中結構足強いんですかね、皆さんね。観光行くもとありますね。分岐かな。高山寺の本堂はこっちですね。こっち行くとあの、駐車場っていうか、こっちもなんか繋がっているんですけど、ちょっとあれですね。ここになんか大きな、なんか昭和懐かしい看板ですね。行きましょう。そうだ、9時50分ですね。歩き始めて40分ってとこですかね。上の方はちょっとまだ紅葉が残ってるんですかね。綺麗ですね。ああ、なんか模様がかかってます。まさにあと200メートル、もうすぐですね。倉刈峠っていうんですね。あの山頂の向こう側になるはずですね。いよいよ境内らしいものが見えてきましたね。生駒商店さんですね。灯籠がよくお寺にある灯籠ですね。あ、上だと思いますね。行くと山頂のようです。で元気が出てきますね。どうしましょう。はい、お参りしていきます。大きい鳥居がありました。なんかいい水でしょうか。ですね。字が違うんですね。
感じが実際難しい日ですか。本題ですね。ちょっと中はあまり撮影できないと思うので少しだけにしてみます。これですね。そこに出しておこう。ないんですね。危ないに行く途中ですけど、登山道がありましたね。いろいろと動きがあるんでしょうね、きっとね。ちょっと船お参りしていきたいと思います。ちょっと人が多いところなのでマスクを変えました。ずらりとお地蔵様が並んでいますね。ちょっとここ撮っていいのかどうかちょっと恐縮するところなんですけど、青くなりますね。では一回ちょっと戻ります。剣道が見てきましたね。ここですね、駅の向こうにあるのが、こっちが登山道ですね。それではですね、じゃあちょっとお願いします。はい、マスクで階段道の、パート6、生駒山の山道先端ですねと思います。終わります。じゃあ先端先端、はい、皆さん、マスクで階段道6ですね、終わりたいと思います。引き続きここから行くのは山上遊園地のあるところ、山頂ですね。熊さん山頂まで行きたいと思いますので、ここからは醤油を溶いて中の人に箱を与えというか、ちょっと本当はこれ臭いんでまだかぶりたくないんですけど、ちょっとではよろしくお願いします。自動ですね、これからね。